次に表彰に移ります。見事優勝されましたモーエン選手に秩父宮妃殿下賜杯が日本陸上競技連盟横川宏会長より贈られます。送られます。
して福岡市長賞として博多人形が優勝されました。毛遠選手に高島総一郎福岡市長の代理で定狩敦人福岡市副市長から贈られます。2018年度第72回福岡国際マラソンにつきましては、2018年12月2日を予定をしております。今後の日本陸連の理事会におきまして決定をしていきます。来年につきましても皆様の絶大なご協力をいただきますようぜひよろしくお願いしたいと思います。
様、ご起立いただいてステージ中央で整列をお願いいたします。入賞されました選手の皆様に今一度盛大な拍手をお願いいたします。プレスの方々は8名の選手が揃った写真をどうぞお撮りください。その他の皆様は隣のプレジールでレセプションを行いますのでご移動をお願いいたします。Thank you.